Nintendo.今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG、 今回で222回目を迎えました。はーい、ゾロ目だ。ゾロ目、ゾロ目っていいことあるかな。ちなみに111回は2011年5月18日だったということなんですけれどもね。いや、年齢はゾロ目って不安になるんですけど、なんかね、数字を見てるのやっぱりいいですよね。別に私あのこういわゆるこうじゃんじゃらじゃんじゃらヒューヒューじゃらじゃらじゃらっていうのをやったりするわけじゃないんですけれども、そういうのが好きな方はね、やっぱりゾロ目を見ると目がランランとするって話は聞いたことありますけどね。いや、でもやっぱたぎりますね。にゃんにゃんにゃんでございます。さあ、いや待てよ、今日いいことありますよ。この後に素晴らしいゲストの方がね、あのファミセンのコーナーから来てくださるのでね、そちらを皆さん楽しみに、にゃんにゃんにゃんの回楽しみにしていただきたいと思います。じゃあまずはね、メールを呼びましょうか。こちらナウターさんです。ありがとう。リンゴス、こんにちは。こんにちは。星屑のリング発売記念イベント参加してきました。あれだね、ソフマップさんのイベントですね。まさかのテレビ取材カメラにびっくりしましたが、猫をかぶったミンゴスややらせもとい完成の指示など、カメラがあってもいつも通りの悪ふざけ悪ふざけでとても面白かったです。一体どの場面が放送されるのか楽しみにしています。ライブパートでは自分の大好きな曲 Tender is the Night を生で聴けたのがとても嬉しかったです。じっくりと聴き入りながらサビ前の Tender is the Night とコーラスが入るところではミンゴスが声を出さずに歌っているのを見て、自分も思わず同じように口を動かしてしまいました。そして聴き終わる頃にはしっかりと涙目になっていましたよ、ということでね。この楽しさや感動がテレビを通じていろいろな人に伝わってほしいと思いました。今回も素敵なイベントありがとうございました、といただきました。なんかね、前半戦がちょっとあの聞き捨てならない言葉が並んでましたね。やらせとか悪ふざけとかね。でもね、合ってる、サンタさん合ってるよ。私もね、後で後悔しましたもん。これほんのちょっと流されるシーンだった場合に猫かぶりのものが流されたらどうしようってね。実はこのイベントの日にですね、 今までにも結構来ていただいたことも多かったんですけれども、つくばテレビさんのガールズニュース声優という番組があるんですが、そちらで取材をしてくださったということで、もう最初から最後までずっと録画をしてくださって、まあ、その中から抜粋して今やさみさんのイベントがありましたよなんて紹介していただくんですけれどもね、なんならこう最初にね、アナウンス影アナみたいなのを私がしたんですけれども、皆さんに所注意をして、私にも所注意をしたんです。今日はカメラが入っているから撮られても大丈夫のような言動をするようにというね。大爆笑でしたけどね、なんで笑うんだよって思いましたけど、そんなこんなでですね、喋ってると忘れちゃうんですよね、撮られているということをね。するとね、前列3列目ぐらいまでのお客様がですね、多分気分は AD さんになったんでしょうね。あの、私がちょっとでもなんかそれはどうなのみたいな風になってくると、すかさずサササササってこう合図をしてくださったりとか、ミンゴスミンゴスカメラカメラみたいなことを言ってくださったりとかして教えてくださったんですね。いや、皆さんに支えられております、私。はい、というわけでですね、まあ、あのいつちょっと放送になるかっていうのは現在私の時間軸ではちょっとわからないので、詳しくはですね、あの追っていろんなところで情報が出るかと思いますので、そちらをね、こう逐一気をつけていただければなんて思うんですけれども、全然あの普通のところもしくは猫かぶりだけとかだったらあの面白さが伝わらないけど、でも使うと長くなっちゃうから、きっとね、スタッフさんも頭を抱えたでしょうね後で私も確認したいと思います。続きましてこちらのメール紹介します。えのこさんです。どうも、ミンゴスこんばんは。こんばんは。最近カフェ巡りにハマっています。甘いなんちゃらフラペチーノとかふわふわケーキとか、甘党の私には最大の癒しです。先日友人と行ったカフェではご飯を済ませた後スイーツ系を4品ほど頼んだら、店員さんに意外と量はありますけど大丈夫ですかと聞かれてしまいました。でも甘いものは別腹ということで友人とペロリと食べちゃいましたよ。すごいね。今写真がついてるんだけど、1個がね、顔より一回り小さいぐらいのケーキですよ。ケーキとこれモンブランっぽく見えるのと、あとすっごいでっかい、なんだろう、これアイスクリームの乗ったこうフロートっぽく見えるけど
なんだろうね、あとニコちゃんマークのついたスフレっぽい感じのムースっぽい感じのケーキがありますけど、これを、まあ、友人とだから何人で行ったかわかんないですけどね、これ2人だとしたら相当な量ですよ。どうだったんでしょうかということで、すっごい N 子さんのですね最高の笑顔の写真がありますね。かわいいです。はい、というわけで、確かに素敵なカフェだね。なんか子供がこうちょっとイラストを描いたみたいな感じの壁にこうイラストがバーって一面に描かれてて、天井にはなんかそれこそ星屑のリングみたいに星がいっぱいね描いてあるっていう天井になってますね。実は私も先日あの女子会をやってきたんですよ。ちょっと前々からこんなの約束してたのがあったんですけれども、プラス A メンバーのたまちゃんとしかばねちゃんと3人でちょっとあの会おうってことになりましてですね、であのいつ会うか何でするかって言ってたら、ちょっと私が予定してた日にちが埋まってしまったのでごめんって言って、じゃあいつにするって、もう遅くなるとなんだよねっていうことで急遽朝9時集合というねスーパー朝カフェ女子会というのをやってね、結局6時間ぐらい喋りましたけれども、すっごい楽しかったですね。またちょっとやりたいななんて思ったぐらいでした。なんかあんまりそういうカフェの使い方をしたことがなかったんですけど、もちろん1店舗じゃないですよ、いくつかちょっと回ったみたいな感じでご迷惑はかけないようにしたんですけれども、はい、うわ楽しいですね。女子で回るカフェって最高ですよね。またちょっとあのプラス A メンバー女子多いのでね、そういうの企画していきたいななんて思いました。はい、というわけで、じゃあ今日は本当にこの後私もねどびっくりするようなお話が本当にたくさん聞けましたので、スペシャルゲストの方とですねいろんな話をしていきたいと思いますので、まずはこちらのコーナーに行きましょう。その前に CM です。どうぞ。今朝に11枚目のシングル星屑のリングが好評発売中です。星屑のリングは OVA コープスパーティートーチャードソウルズ暴虐された魂の儒教のオープニングテーマとなっています。カップリングには天台寺ザナイト、路地裏のプラネタリウムの2曲を収録です。今回は通常版と DVD 付き版の2種類での発売。 DVD 付き版には星屑のリングのミュージッククリップも収録されていますので、皆さん聴いてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私今井あさみが実際にプレイして紹介するコーナーなんですけれども、前回の司令書に書いてあったゲームは 5PB さんから8月22日に発売されるプレイステーション3 Xbox 360用ソフトディスオーダー6ということで、すでに予告動画でね皆さん期待されてるかと思います。スペシャルゲストの方をお呼びしておりますよ。早速お呼びしたいと思います。女性刑事小早川役の岩尾純子さんです。よろしくお願いします。岩尾純子です。いらっしゃいませ。いやお招きありがとうございます。こちらこそです。嬉しい。あさみちゃんとこうしてお話できるなんて、本当に以前、テレビのね、番組で私がちょうどナレーションをさせていただいた時に、岩井さんの特集をやってらっしゃって、その頃からツイッターも、ね、はい、フォローさせていただいていて、ありがとう。こちらこそです。今回、共演ということで、すでにね動画の方で小早川は本当にかっこいい女性刑事、そうかっこいいんですよ。あのキャラ表いただいた時から、こう女性のなんていうか憧れの、まあ、私が抱いている子は憧れの女性で、なんかハッとさせられて、もうすごくかっこよく声を当てたいって思ったんですけど、なんか元々の声が、高めなので、セクシーに演じるって難しいなって改めてこう、いやでも、本当に今までの岩尾さんのいろいろ演じてらっしゃった役とかで、本当にたくさんの代表作があると思いますけれども、そのイメージからは本当に真逆というか鋭いっていう、あこんな岩尾さんすごいかっこいいって思われた方絶対多かったと思うんですよね。そうだといいな。はい、というわけでですね、この作品なんですけれども、どういう作品か、じゃあまず私の方から紹介させていただきますね。2011年9月に
発売されたデュナミス15のスタッフが手掛ける新作アドベンチャーゲームということで、うん、記憶喪失の主人公ジョーと、ジョーについての記憶だけしか持っていない謎の少女シーナ、男の子と女の子を中心に物語が展開していくということで、今手元にですね、うん、あらすじがあるんですけど、うんうん、ちょっと紹介させていただきますね、はい、本作は鎖でつながれた男女が殺人事件に巻き込まれ逃亡劇を繰り広げるサスペンスフィクションアドベンチャーゲームということで、事件の容疑者となってしまった主人公たちには記憶がなく、さらに2人の命を狙う人物まで現れるという謎が謎を呼ぶシリアスな展開が繰り広げられる。ストーリーは選択肢によって分岐し、プレイヤーはさまざまな物語を楽しむことが可能ということなんですが、容疑者にしてしまったのが小早川さんということになるのでしょうか。そうね、殺された人の所持品をね、うん、2人が持っていてそれを落としたところを目撃したので、うん、もうかなり最初から怪しいんで、うん、まあ、必要なまでに追いかけるという。そうですよね、一般的に考えたらやっぱりそれはもう犯人かなって思われても仕方がないかなという、うん、ただ主人公とその謎の少女シーナが記憶が曖昧だということもあって、で、うん、そこが物語のキーになってくるんですかね。そうですね、もうとにかくドキドキしながら、うん、まあ、ジョーとシーナもかなりドキドキしてるので、いやそうだと思います。同じ気持ちで皆さんにも進めてもらえたらなと。そうですよね、うん、まあ、小早川はほとんどのシーンとかにもね出てらっしゃると思うので、うん、あれなんですけども、実は私も陣内役として、はい、闇医者陣内として、ね、闇医者陣内って気になるよね。そうなんです、私も設定先にいただいた時に、うん、今井さんは闇医者ですって言われた時に、うん、どんな、うん、こう顔に傷があるんだろうとか、いや想像するよね。思っちゃいました。ね、闇医者といえばっていう、ね、弟子はやっぱりちっちゃい女の子なのかなとかそういうの考えちゃったんですけど、うん、私の演じてる陣内もすごくかっこいい女性で、うんうん、まあ、小早川とは少し、まあ、系統の違うかっこよさを持ってる役だったんですが、うん、実は小早川と陣内には、うん、ある縁があるんですよね。そうなんですよ、うん、ここもね今言っちゃうといろいろネタバレになっちゃうんですけど、どこまで言えるのか、はい、そうなんですよね、はい、あともう一人実は、うん、私たちの中には、うん、重要なというか、はい、縁のあるキャラがいて、 そうなんです。それが真田麻美ちゃん演じるひな子、はい、ひな子と陣内と小早川、うん、この3人がね。そうですね、うん、でも実際この3人仲良くなれるのかなって心配になっちゃいますよね。そうだね、はい、うん、ひな子は小早川はまあ皆さん動画で見ていた通りの、はい、まあ、かっこいい女刑事、正義感ありそうな、うん、はい、男勝りの、ね、陣内は、まあ、ちょっと今回映像ではご紹介できなかったんですけど、うんうん、なぜならば、うん、出てくるのがだいぶ先だったということで、まだ解禁できないシーンだったという、とても残念です。いや私もすごく気になってチラッとでも見れたら、はい、声が聞けたらって思ったんだけど、チラッとだと、うん、最初の数言で終わっちゃいますね。あ、そうかそうか挨拶したらもう確信に迫ってしまうみたいな話をしちゃうんですよ。いやでもね、陣内が出てくるのをまたみんなも楽しみに、ね、発売の時に、うん、陣内こんな役なんだっていうのをよりね、はい、楽しんでいただきたいんですが、うん、この3人は腐れ縁らしいんですけど、うんうんうん、まあ、本編ではまあ回想な雰囲気で描かれてましたけど、うん、なんかこの3人でも話ができちゃいそうですよね。そうだね、本当そう思った、うん、この場合誰がヒロインですかね。いやその場合、うん、やっぱりまああくまでも私も追いかけていた人なので、うん、この時もね。そうですね、じゃあやっぱひな子かな。ひな子かな。じゃあひな子、うん、陣内、陣内、あまだちょっと生きがってた時代の話みたいな、うんうんうん、のが見たい聞きたいって感じです。あでも小早川のまだ若かりし頃の、うん、もっと血気盛んな時代も見てみたいですよね。あなるほどね、うん、っていう、うん、なんと大人のキャラクターを、うん、はい、いただいておりますけれども、はい、アフレコいかがでしたか。もうねこれは言ってもいいとおっしゃっていただいたので、はい、700ページぐらい小早川の台本だけでも700ページ、うん、かなり分厚い、うん、分厚いのを止める大きな一番大きなクリップって言っても分かんないかもしれないんですけど、とにかく
まあ、7センチぐらいになるかな、うん、A4 の用紙をこう束ねて7センチの高さにしたぐらいのもうちょっとあったかな、それを2日に分けて取りますと言われて、うん、まあ、サクサクと取れた盤面もあれば、うん、すごくこう煮詰まってしまったり、うん、あるいはカミカミになってしまったり、こう自分で思い描いてるトーンに表現できないことで、うん、ちょっと待ってくださいみたいなところもあったりして非常に苦戦しました。いや700ページで、しかもヒロインと、うん、まあ、こうジョーとこうシーナはもっとたくさん喋ってると思うんですけれども、うん、追いかけてる側の刑事がそれだけ喋ってるっていうのも結構、うん、びっくりですよね。びっくりした、うんうん、もう本当どこのね、うん、ルパンを追いかけてる人だって話になっちゃいますよね。いや本当にそれだけ重要な役どころだと思うんですが、うん、まあ、こういう、まあ、サスペンスものってなるとちょっとネタバレ回避の話をしなきゃいけないのが大変だと思うんですけど、はい、話せる範囲で構わないんですが、小早川の一番の見せ場みたいなのをちょっとぼやかしながら教えていただいてもいいですか。見せ場をぼやかしながら、ね、ぼやかしながら。いや、そうだな、どうしたらいいんだろうな。まあ、かなり感情的になるシーンもあるんですけどね、うん、あの2人をこう、まあ、見つけられたりその取り押さえられたりっていう場面もあればまた取り逃したりという、うん、ぼやかしながらだよね。難しいですよね。まあ、本当にとあるルートに行くとね、うん、あの小早川の話が聞けたりそうなんですね、とかもするんですけど、まあ、うん、本当私下手に喋ってネタバレになったらどうしようっていうので非常に今心臓バクバク言ってるんですけどね。何しろ2人をすごく心配する場面もあったり、うん、あの女性として心配したいセリフっていうのもあるんですけど、うん、その時にもすごく感情を抑えて抑えて、うん、そしてもう本当にあの怒りたい場面でも気持ちは怒ってるけど声は怒らないでくださいみたいなところがいくつもあって、うんうん、本当にあの読み応えのある作品でしたよね。そうなんですよ。私はちょっとあのいわゆるこう私の中での物語の中でキーになるところで出てくる役だったので、うん、全体像っていうのはもう実は知らない部分もあったりするんですけど、うんうん、あのなんて言うんでしょう、そこだけ読んでても本当、うん、なんかワクワクしてくるというか、うん、ドキドキするというか、これは皆さん引き込まれますよね、はい、期待していただきたいなと思うんですけれども、はい、ご自身のキャラクター以外に気になるキャラクターとかありましたか。うん、まさにさっきお話ししてたけど、はい、まあ、ダブルあさみちゃんが演じている、ね、やっぱりあの陣内とひな子は、うん、非常に気になるキャラクターだったし、うん、まあ、もちろんあのジョーとシーナがね、うん、この2人の運命みたいなことをたどっていけるんだなと思うと、うん、自分で演じている以外にも、うん、本当にこう早くプレイヤーの一人になりたいな、うん、いや本当に私も本当に知りたいんです。そう、早くディスオーダーシックス発売になってっていう感じで、もう私エンディングを今回歌わせていただいてるんですけど、すごいね、ありがとうございます、ありがとうございます。なんでもうすでに実はあの、うん、CD が発売されていて、うん、ちょっとそれも珍しいパターンというか先に CD があるということで、うん、まあ、そのエンディングを先に聞いてしまった方もいると思うんですが、うん、ただどういうシーンでこのあの曲が流れるのかっていうのもぜひ私も早く知りたい、うん、みんなねその選ぶルート、うん、行くルートによってエンディングが変わってきますから、す、私が出たシーンにはちょっと合わなかったですね。えひどく合わない。いやいや、かかるとびっくりしたみたいな、えみたいな。いやいやいや、いや本当に期待が、うん、きっとどの場面にもグッとくると思いますので、はい、というわけでですね、今実は手元にスペシャルなものがありまして、はい、ディスオーダーシックスオリジナルドラマ CD ということで、うん、これすごいですよね。これすごいよね。いやびっくりしました、うん、だって、うん、発売前に、うん、こう実は無料で店舗さんだったりとかイベントとかで配布されたものなんですよね、うん、そうなんですよ。だから、うん、これをもう
今すでに聞いてくれた方も今ラジオを聞いてくれてると思います。そうですね。いやもうこれひょっとしたらもう手に入らないかもしれないし、うん、まあ、運が良ければまだ、うん、あの置いてある店舗さんもあるかもしれないんですけれども、うん、もう基本はもうほとんど手に入らないのではないかということで、どういうすごい勢いでね。そうですよね、なくなったそうなので、もうキャストもジョー、シーナ、ひなこ、あゆみ、小早川、伊達っていうこのディソーダ6の中の中核となる人物が出てるということで、うん、もちろん小早川も、はい、出てましたね。いやもうその中でもちょっとあのシリアスなシーンというより少しちょっとホッとするシーンもありましたね。そうなんです、うん、まあ、あの追われてる小早川に追われてるシーンでしたけど、うん、あの休息タイムでとあることをジョーがひな子に言われて、ジョーが気にするみたいな、うん、そんなお話ですけど、うん、なんか聞いた話によると、温泉さんでこのディスオーダー6のラジオ、各週木曜日に、このジョーを演じていらっしゃる小野賢章さんと、うん、そしてひな子を演じている真田あさみちゃんがラジオをされてるということです、うん、そうなんです。鎖につながれてラジオをお送りしていて、はい、私もお邪魔させてもらったので、でも、うん、でも撮ってる時は繋がれてないんじゃないんですか、うん、と思っていて、はい、本当に2人が繋がれてて、うわー、すっごい、それがね、ちょっと待ってください、待ってよ、そうなるとジョーとひな子が結ばれていることになる。そうなの、これってこれっていいんですかみたいな。わー、でもなんかちょっと妄想膨らんじゃいますね、うん、あ、じゃあぜひそちらのラジオも、はい、一部がドラマ CD が一部が聴けるかもしれないという情報が入ってきたんですが、はい、ひょっとしたら再生したタイミングではもうすでに聴けないかもしれないので、うんうんうん、あの本当に手に入らなくて悔しくて聴きたいよっていう方は持ってる方を探すか、そうですね、もしくは、うん、あの 5BB さん、明治さんに、はい、ご投書していただければひょっとしたらねえ、再配布何としてでもっていう、手に入れたいよね、やっぱり特別な、ね、素敵です。いやすごい気合入ってますね。本当ですね。はい、というわけで、じゃあ本当にあのまだちょっと発売は8月の22日予定ということなので、はい、先にはなってしまうんですけれども、うん、期待してる皆さんに、はい、純子さんの方から一言お願いいたします。はい、発売の8月22日の前には体験版もね、出るということですので、その日になんか一緒に私も買い、あの体験版を手にしましたみたいな、うん、で発売日をみんなと一緒にわあのこの、うん、お祝いしたいなと思ってるぐらい、うん、本当にみんなと一緒に進められたらなと思いますので、どうか一緒に楽しみましょう。はい、はい、いや本当にあの大人な女もいいよっていうのがちょっとチーム大人としては、うん、あ、チーム大人ね、そうですね、うん、ちょっとアピールポイントですよね。そうだね。はい、というわけで皆さんもぜひ期待してください、はい、本日は 5PB さんから8月22日に発売されるディスオーダー6ご紹介いたしました。それではここで来週の指令書を開封したいと思います。よいしょ。ミンゴさん、こんにちは。こんにちは。夏ですね。暑いですね。そうですね。ならば満を持して涼しくなる時が来たというわけです。というわけで次回は皆さん待望のあれ、帰ってきた納涼ホラー祭り2013第1弾としてバイオハザードリベレーションズアンベールドエディション取り上げますよ。それでは頑張ってねー。謎の司令官ミオちゃんより。今年もそんな季節ですか。そうですかね、確かにしょうがないですよね。しょうがない、受け入れていきます。それでは来週のゲームはバイオハザードリベレーションズアンベールドエディションに大決定だそうです。あの変えても大丈夫ですよ。バイオハザードは見るの専門だよ。以上、マミセンのコーナーでした。というわけでこのコーナーは、僭越ながら私も呼ばさせていただいてもいいですか。うん、ガンちゃんって呼んでほしい。ガンちゃんありがとう。うわ、私はあさみちゃんってずっと呼んでたけど、そうですね、私あの、うん、実は
あの自称ではあったんですが、うん、ミンゴスっていうちょっと変わっただな、うん、いやもう相当かなり、はい、相当かなりって、はい、同じこと言っちゃったけど気になってたら、はい、ミンゴスって呼んでいいの、はい、ぜひ呼んでくださるんですか。本当に。わあ、じゃあじゃあガンちゃんと、うん、ミンゴスのお便りコーナーということで。ありがとうございます。なんか声がちょっと子供っぽくなっちゃう私。ガンちゃんだとそうですよね。早速メールが来てるのでご紹介させていただきます。はい、ミンゴスのゲストのガンちゃん、こんにちは。こんにちは。最近はまだ7月前半だというのにとても暑い日が続いており、うん、自分もあまりの暑さに気がめいりそうになったりしていますよ、うんうん、そこでお二人が今やっているおすすめの暑さ対策とかありましたら、うん、ぜひ教えてくださいといういただきました、うんうん、はい、あの私寝るときは、うん、まあ、エアコンもちょっとさすがにつけなきゃっていうぐらい暑いじゃない。暑いですね。だからあのエアコンを弱めにかけつつも、うん、アイス枕を、うんうん、あの冷凍庫で冷やしておいた、あ、いいですね、アイス枕をタオルに巻いて、うんうん、まあ頭に乗せるんじゃないや、それに頭を乗せて。そうですね。そう完全に風邪ひいた時みたいになってますよね。額の上に乗せると。まあ、そうそう、逆ね、あの枕に、あー、ごめんなさい。枕に頭を乗せて、そう、うん、ミンゴスおやすみって言って。あー、ほんまよ。じゃあぜひあのちょっとあれなんですけど、うん、寝る時に、うん、おやすミンゴスっていうのがちょっとあったりするんです。おやすミンゴスって、あー、そうするとなんか暑さが和らぐ。いい、ね、あ、いいですね、うん、あの何型ですか、血液型は。ガタガタですとか言って。本当にごめんなさい、 AB 型です。あ、 AB 型なんですね、うんうんうん、あ、そうなんだ。なんかこう豆でいらっしゃるから A 型なのかなって思ってました。あ、全然豆じゃないの、うんうん、自分 A 型 AB 型らしいなって思うとことかありますか。あ、なんかこうすごく人気がある、うん、例えば2人組がもしいらしたとして、うんうん、どっちにするみたいになった時に、ね、こうどうしてもこうすごく人気がある方と、あの、おとなしいから好きなんだけど、はい、うんうん、選べなさいと言ったら私こっちみたいな、うん、なんかこうその2人を選ぶときに人気がない方を選びがちなのがエビ型だよねって言われたことがあって。あ、でも分かる気がしますね。なんかね、こうちゃんとグループ名とかを言えないのがもし、うん、そうですね、ちょっと分かりづらくて、その場合なんとなく原曲的に人気がないって言っちゃうみたいな感じになっちゃいますもんね。なっちゃうので、そう、決してそうじゃないんだけど、うん、どっちかっていうとこうね、目立たない方にちょっと注目するみたいな、おとなしめの方に注目しちゃうっていうのが、うん、確かにエビ型の人はそういう傾向あるかもしれないですね、うん、みんなが好きっていうものはあまり好きって言わなかったりとか、うん、でも決してひねくれてるわけじゃないとは思うんですけど、ね、エビ型の皆さん、はい、はい、というわけでじゃあこんな質問も来てるので、はい、お答えいただければと思います、はい、ハンドルネームももさんからいただきました。ありがとう。声優歌手になっていなかったら、うん、何の仕事をしていたと思いますか、ぜひぜひ教えてくださいといただきました。なるほど、そうですね、うん、前からこういうご質問いただくたびに全部違うの答えてるんですけど、うんうん、今日はどんなのが来てるのかな。楽しみです。いや、なんかやっぱりあのこう、うん、あのちっちゃい子たちと一緒に歌ったりするのが、うん、あのすごく好きというか、あのなので幼稚園の先生とかやっぱり憧れましたね、うん、いやでも本当にそうなったら、もし自分の幼稚園にガンちゃん、うん、あ、なんか本当に照れますけど、うん、嬉しい。ガンちゃんみたいな先生いたら、うん、もう卒業したくないですよね。好きって言って、いや嬉しい。でもなんかこう、うん、あの甘えられたいですよね、うんうん、お歌とか歌ってくれたらもう本当に憧れちゃいますね、うん、子供たちの歌声は本当に天使の声ですからね、うん、なんかあの本当にいろいろ経歴があるというふうには伺ってはいるんですけれども、はい、最初に声優になるきっかけになったお仕事っていうのは何だったんですか。アニメ の、うん、あの歌が歌えるヒロイン役を募集していた、うんうん、タイトル言っていい。あ、大丈夫です。あ、モンタナ・ジョーンズという作品 の、うんうんうん、あのヒロイン役のオーディションに、うんうん、あの申し込ませていただいて、それがきっかけで。あ、じゃあ歌も歌えて、うん、お芝居もできてキャラにぴったりな人を探していますっていう、ね、そうなんです、うん、当時 あの、まあ、ある駅の売店でアルバイトをしていたんですけど、はい、うん、もうデビューもした後だったんですけど、うん、歌のね、うん、でもなかなかこうね、うん、毎日がこう芸能界のお仕事っていうわけじゃなかった時に、うん、オーディションを受けながらアルバイトをしていたら、あのそこを関係者の方が見つけてくれて、うん、アルバイトをね、あの頑張ってるみたいだけど、うん、声優のオーディション
ーションで、しかも歌が歌えるっていうのが条件だから、うん、頑張ってみないって言われて、はあ、でもなんか運命を感じますよね。いやーなんていうか、うん、本当にそれまでも、うん、あの声優さん の、うん、あの歌 う、ま、キャラクターソングとか、うん、そういった歌 の、 あの仮歌のお仕事もさせていただいていたので、声優さんにはとっても憧れていたし、なんかもっと早くに勉強していればよかったっていう気持ちも正直あったので。仮歌やってらっしゃったんですか？そうなんです。それめっちゃお宝 CD じゃないですか。今残ってたりしてます？いや全く残ってないです。仮歌というのはもう、うん、本当の声優さんが歌い終わった後はもう消されてしまうものなので、だから声優さんっていい作品、うん、いい歌に巡り合えて、うん、かわいい歌も綺麗な歌もいっぱいあっていいなってすっごく憧れたので、もうだから仮歌なんだけど、うん、レコーディングがこう自分の声でヘッドホンから聞こえてくると、うん、なんか本当に夢が叶ったっていう感じがして。そうですよね、うん、じゃあ例えばですけど、その声優さんの仮歌を歌って、うんで、うん、その歌を、うん、実際にこう歌われた方とその後お仕事で共演ってこともあったりしましたか？はい、もう叶いました。それが声優さんね、あのそれこそ井上紀子さんがこの仮歌の人誰って、うん、あの尋ねてくださったんですので、だからそれがきっかけで、あのお魚ペンギンというユニットも、あ、それがきっかけだったんですか？はい、作っていただいたりして、本当にだから紀子さんが、あの一緒に歌おうって言ってくださったおかげで、素敵、みんなが知ってくれてね、みんなに紹介してくれて本当に嬉しかった。だから紀子さんに本当に感謝しています。なんか本当にあの自然と純子さんの周りに人が集まってくるんだなっていう感じがすごく、お話聞いてると、今日実は始まる前にもいろいろお話をさせていただいたんですけど、うん、それを本当すごく感じました。ありがとう、なんか目標にしたいなって思いました。あ、嬉しい。もう私なんかもうガチャ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 すごい喋っちゃって、あれの癒しのオーラとか全然ないんですけど。そう、本当に可愛くて。いやいや、どうでもないです。いや本当になんか伺ってて、うん、こういう人生歩みたいなって思うお話がたくさん聞けたので、うん、ありがとうございます。いや、これからもぜひぜひいろいろとよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日のご縁を何か、はい、ね、繋がっていけたらいいなって本当に思える。嬉しい、はい、ありがとう。じゃあこちらのメールも紹介したいと思います。はい、森戸さんからいただきました。ありがとう。まさか純子さんが SSG のゲストに来られると聞いてとっても驚いています。年齢層が高いと思われている SSG リスナーなら、自分で言っちゃったよ、うん、まあ確かによくそういう、まあ、最近は若い人もねだいぶ増えてはいるんですけれども自虐の人が多いのはやっぱり私のリスことを好きだという人が多いからかもしれないですけど自虐キャラなもので一度は純子さんがパーソナリティをされていたラジオを聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。だと嬉しいな、うん、各有自分も、うん、証拠見ないとやアニメ画など毎週楽しみにしていました、うん、と。はい、本当にタイトル言っていいんですね。大丈夫です。びっくり。いや嬉しいです、はい、あの私もあの声優というお仕事をさせていただいてから、うん、あの一人でねラジオパーソナリティを、うん、あの任されるというか、うん、経験させてもらって、うん、だからそこで知り合った方も多いし、もうずっとその時から応援してくれてるファンの方々も多くて、はい、うん、私あれです、これ多分証拠見ないと聞いてました、うん、本当、はい、当時はまだ多分その声優さんっていう職業がまだふんわりしてた頃だったと思うんですけど、うんうん、結構その確実にこの道やっていこうって思うのが年齢的に遅かったので、うん、まだ岩井純子さんだって多分認識せずに聞いてたと、うん、そうなの、でも嬉しい、はい、いやもう本当に癒し声だなと思って、ありがとう、聞いてました。いやあの頃はもうね台本を書いていただいてそのまま読むということからこう、うん、第1回目を始めさせてもらったんですよ、トークのパートも全部、はい、もう1回目はもう全部書いていただいてるような感じだったんですけど、うん、私があまりにも全部ちゃんと読まないんでだんだんフリートークになっていき、でも逆にそれは本来そうであってほしいっていうことだったんですかね、うん、やっぱり、まあ、そうですね、最初だからっていうことで、うん、あのそのまま読まなくていいからねっていうことも言われていて、で、まあ、放送作家さんが目の前にいらして、あ、この方と一緒に喋るんだろうなと思ってたら、うん、打ち合わせでずっと放送作家さんと喋るじゃないですか、はい、声に出して、はい、ところが本番が始まったらその人が黙っちゃって、まあそうでしょうね
なんかジェスチャーであの次の台本とかおはがきとか渡されるから、はいはい、なんで急に喋んなくなっちゃったのと思ってなんで一緒に喋んないのって思ってたのね。だからなんかそのぐらい本当にもうラジオに関して もう全くど素人で、うん、でもなんかそんな私をみんな受け止めてくれて、はい、作家さん困られたでしょうねいやあのはいあ、うん、みたいななんか目に浮かぶようでした。そう、 うん、そうなの。なんかねそんな本当にもう今思えば恥ずかしいね。っていうことは多分、まあでもあの頃と本当に変わられない印象があるんですけれども、はい、やっぱり変わらないですかプロデューサー。はい、変わらないですね。あ、変わらないですか。変わってない。変わってないですね。あらいやというわけで突然降りましたけれども、はい、実はですね今日、はい、あの本当はあの本来純子さんに ゲストに出ていただくというお話だったんですけども、うん、なんと、うん、急遽お忙しい中、はい、仙台から、うん、もうその足で駆けつけてくださった純子さんの、はい、岩尾純子プロデューサーの河村龍さんが今スタジオに、はい、来てくれました、はい、お邪魔します。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いやすごい振り方でしたね。私もちょっと完全に油断してました、うん、いやだからその、はい、聞きたいなと思って、はい、まあ、あの本当にあの純子さんとこんなにフランクにいろいろ話させていただくの、はい、私初めてなんですけども、うん、あの先輩ですしいろいろちょっと最初はどうしようかなと思ったんですけど、うん、もうすでにあのいろいろ番組中にいろいろ突っ込んじゃってるんですけど。そうですね、はい、あの僕もやっぱり先輩なのね、はい、業界ではね。そうです。先輩って言っちゃいます。もちろんです、もちろんです。先輩っていう言い方で大丈夫ですか。先輩まあ、一応最初とりあえずそうしましょうか。そうしょうか。だんだんこの僕の本性は、まあ、はい、そうですね。そうですね。まああの、はい、まあ、あの長年、ね、先にお仕事されてて、最初の1時間ぐらいはなんていうかこうどうしようかなっていう感じだったんですけど、はい、1時間経つ前にもう突っ込んでますよね。あ、やっぱなんかそれを許してくださるオーラを感じてついついみたいな。ありますよね。ありますよね。わかります。本当ここで、はい、謝ってきます。すいません。私もなんかすいません。じゃあここから先はですね、はい、プロデューサーの川村さんも交えて、うん、あ、ちなみに川村さんはなんて呼ばれたいとかありますか。僕はもうみんなから、うん、そうですね、反町隆史とか竹野内豊とかそんな感じで呼ばれてるんで。へー、目が笑ってないですね。完全にソリとか呼びますか。ソリコミみたいに髪の毛ちょっとね横やってますもんね。あの無難にリュウちゃんって呼んで、ありがとうございます。ごめんなさい、私河村さん初対面なんですけど、はい、なんかあの以前そのテレビの出演させていただいて、はい、私がナレーションさせていただいた時に、はい、ありがとうございました。ツイッターをフォローしてくださって話しかけていただいて、うんうん、それ以来なんか妙に初めて会った気がしなくて。よく言われます。よく言います。フランクに話しかけちゃって大変申し訳ないんですが、近所にいるおばちゃんみたいな顔してるねってよく言われる。そういうあの親近感かもしれない。まあちょっと見た目はかなりごっつい系の、はい、ごっつい系男子ですけど、仲良くしてください。純子さんの2倍ぐらい3倍ぐらいじゃないですか。ミンゴスのね、もう本当に隣にいてもね、なんかミンゴス食べちゃわれる。なんか、あ、ごめん。いや、今、いや、食べたいと思ってたのは河村さんですよね、純子さんを。おー、そう。またいちいち振りが急角度からしますね、こう。いや、食べたいって、あの、すごく、もっと純粋な気持ちですよね。純粋な気持ちで食べたい。そうですね。どうにも純粋にならないですけど、その表現だと。わかりました。じゃあ、はい、まあ、もうちょっと隠しましょう。もうちょっと隠します。はいはい、じゃあ、次のメール紹介します。はい。ひづきさんからいただきました。はい、はい、ありがとう。というわけで、ライブやイベントに精力的に行ってらっしゃる岩尾さん、はい、いろいろ聞きたいことはあるんですけれども、ズバリ先日発売されたニューアルバム、はい、優しさの種、大好評発売中ですよね。ありがとうございます。ズバリ聞きどころを教えてくださいといただきました。あ、嬉しいですね、はい、あの今回7月7日に七夕様の日に発売させていただいた、うん、岩尾純子の優しさの種というアルバムは、あの私がカードキャプターさくらという作品で、はい、大道寺智代ちゃんを演じさせてもらってるんですけど、うん、その智代ちゃんが劇中で歌った歌の中から3曲選んだものなんですね、うん、でこの3曲を智代ちゃんで歌った智代サイドと、うん、同じ3曲を全く違うアレンジで歌った、あの私の声で歌った純子サイドのこの6曲入りのアルバムになってるんです。まあ、聞き比べ、うん、まあ、そこも聞きどころですし。そうなんですよね。いやもう本当に先ほどちょっと聞かせていただいたんですけれども、もう同じ方が歌ってるとは思えないぐらい、うん、どちらもなんかこう全然違う側面を持ってるというか、やっぱりファンとしてはたまらなかったんじゃないですか、川村さん。もう相変わらず急角度からこう、何とも言いがないんですけど。ちなみに川村
さんはこのともよちゃんからが、はい、こうであれですか、僕がヨジュンコさんのヘビーファンになったのは、うん、はい、自分からありがとうございます。とんでもないです、はい、それこそ証拠見ですよ僕も。あ、そうなんですね、はい、ラジオから聞いてました、うん、あ、それを聞いて、はい、ファンになって、でまあ、ファンって言っても、まあ、毎週ラジオ聞いて、うん、全部ライブ行って、うん、地方の握手会も全部参加してるぐらい。なるほどね、まあ、そこまでじゃないかもしれない、はいはい、そこまであんま大したファンではないです。でもなんか聞いた話によるとファンクラブにも入っていらっしゃる。そうですね、入ってましたし、まあ、毎月手紙も送ってたぐらいですから。あ、じゃあまだまだライトですね。全然ライトです、はい、おはがきもね毎週のようにね、はいはい、毎週じゃないです毎週のようにってなって今これ聞いてらっしゃだって、はい、このお話があの初めて聞いたっていう方、はい、多分本当にびっくりされてると思うんですけれども、はい、じゃあ改めてちょっとお二人のこう間柄っていうのをちょっと聞いていきたいなと思うんですが、うん、このね、吉田さんの単に、はい、そしてもう一つ前 の、 あのアニソンカバーアルバム、はい、アニソン A to Z、はいはい、こちらも、お二人で、はい、タッグを組んで作ってらっしゃるということで、プロデュースさせていただいてから、はい、もう3年経ちますか、はい、もう3年はもうバッチリ経ちました、はい、であの田中康平さんとお三人で、はい、はい、やってらっしゃるの映像ナレーションを当てて、はい、させていただいたんですけれども、いやもう本当にあのこうそこから知った方は、うん、ねもう名だたる方たちが、うん、もう本当に天使の歌声の純子さん、あ、ガンちゃんを、うん、ねプロデュースされてるんだって思ってらっしゃると思うんですが、うん、じゃあ初めてじゃあ岩尾純子という方を知ったのは証拠見ないと。そうなんですよ。で、うん、ファンになって、なんでそこから一緒にお仕事をされるようになったんですか。ですね、うん、はい、どうぞ。あ、私から言っていいですか。ある握手会に川村隆さんが来てくれたことがあって、うん、その時に、私はまあデビューもしてましたので、はい、もう20代後半でしたけども、うん、川村隆さんはまだ当時高校生ぐらい、中学生だったのかな。何しろあのひときわ若いという学ランで行ったりしてました、ね、じゃあまだちょっとこじんまりした感覚、はい、今より60キロ痩せてました。60キロだいぶ細いですね。本当にあの、うん、かなりスリムな体型だったんですよ。で、あの僕プロのベーシスト目指してます。あ、当時からじゃもう、はい、かなり、うん、あのしっかり握手もしながら、うん、そういうとこ言わなくていい。あ、そうか、あのいやなんかすごくその時にあのオーラを感じて、若いんだけど、うん、学生さんだけど、うん、この人将来絶対プロのベーシストになるんだろうなって思うそのオーラを感じて、うん、非常に印象に残ってたんですよね、うん、であの、まあ、お名前フルネームまではその時分かってなかったんですけど、まあそうですよね、うん、非常に今も言ってくれたみたいに、うん、おはがきをラジオ番組に送ってくれたり、うん、何かことあるごとにこうメールでお祝いを送ってくれたり、筆まめな方だったので、であのプロとしてデビューして、うん、あの国際コントラバスコンテストというベースのコンテストであの世界チャンピオンになりましたと、世界一になりましたというメールを見た時に、あ、やっぱりっていう、うん、なんか生意気な言い方で申し訳ないです、うん、ごめんなさいですけど、あ、やっぱりプロになったんだって、しかも、うん、国際コンテストで優勝したんだって、ちょっとなんか作り話にって思ってしまうぐらいのあれですよね。3倍以上作り話ですもんね。あ、そうなんだ。ちょいちょいそんなことないちょいちょいちょい、いやでも私ね、はい、感動しちゃって、ね、いやそうですよね、うん、で海外で活動していますというお便りもいただいて、はい、あのじゃあもう本当におめでとうも直接言えない人になってしまったんだなと、ね、なかなかやっぱり海外行ってると握手会にも参加できないですよね。そうなんだ、から本当間が7年ぐらい空いたんですよね。そんなに空いたのね。アメリカ行っちゃったこともあって、そのまあ7年間はまあメールを月1で送ったり、はい、あ、やっぱり送ってはいたんですね。そうですね、ラジオ番組宛てとか、はい、その辺のディープさはこう維持したまま、変わらず、はい、あ、なるほど。もうなのでそういうやっぱ筆まめなところが、いや、すごい素敵。筆まめを強調しないごめんなさい、まあ、違うね、ただ好きなだけですって言った方がいいですか。そうですね、ただ好きなだけです、はいはい、好きなだけでした、うん、まあでもなんか本当にあの、あ、すごいな、海外で活躍されてるし、いや本当に素敵です、本当に共演のアーティストさん見ていても、うん、あ、もうとてもじゃないけど、うん、あのステージご一緒できますかなんて言えないなって思ってたんですよ。でもある時ちょっと私の、まあ、大事なライブであのベーシストさんが急遽出られない、あの当時決まってたベーシストさんが急遽出られないことになってしまって、うん、はい、でもし川村隆さんがこの日1日だけ日本にいらしたら、うん、お願い、1日だけ日本に日本にいない可能性もある
ある可能性もあったんですよね。海外と日本行ったり来たりされてるということだったので、うん、だからもしこの日1日だけでもタイミングが合えばお願いできないかなと思って、で私があの彼の公式サイトのアドレスに、はい、岩尾純子ですってあの本物ですみたいな疑わしい、めちゃくちゃ疑わしい、本当に怪しいメールが来た、怪しいですよね、いたずらメールと思われないように本物ですって書いて、うん、もう岩尾純子本人ですって、本人が本人って言わないだろうなとか思っちゃいますよね。でも、まあうん、とあるコンサートで1日だけ弾いていただくことは可能でしょうかって、うん、リハーサルは何日と何日ですって言ったら、すぐその日のうちにお返事をいただけて、うん、あのすごい、なんとか調整しますので、うん、ぜひともと言ってくださって、いやもうなんか感動しちゃいましたね。いや感動しちゃって、うん、でもうさらに感動したのが本番、はい、コンサートの本番で、はい、今までに聞いたことがない温かいベースを奏でてくれたんですよね。生で聞いてみたい。いやもうね、なんかすごいなって、で一緒にこう歌うように、はい、一緒になんかコーラスをしてくれるように演奏してくれるベーシストの方は初めてだったので感動してしまって、であの一度きりというお願いだったから、うもうお願いできないんだろうなと思いつつも、それからまた1年後にあの正式な形でプロデュースもお願いできないでしょうかということで、翌年の、はい、これなんてリアルアイドルですね。やっぱりね、あのコンサートも大成功しましたし、はい、あのなんていうのかな、私の歌を聴き込んでくれている人の演奏だったんですよね、うん、その譜面を見ながらではなく、うん、なんかもう気持ちよく弾いてくれるんですよ。そこのところはどうだったんですか。いやでも僕本当に緊張しないんですよ。あ、なんかそれは感じました今、はい、その世界コンテストの時も全然緊張しないし、うん、どんなビッグアーティストでも緊張しないんですけど、今でも覚えてるあのコンサートだけは緊張しましたね、うん、いや今それは分かります。だって当時、うん、リハーサルも本番も全然喋らない人だったので、そういうのやめてくれ。まさかこんなに喋る方だと思ってなかった。こんなに面白い人だと思わなかったから。でも楽しい方ですね。その時のコンサートは今でも覚えてるのが、うん、ステージの構成が、うん、1曲目がその岩尾純子さんの、うん、ピアノ弾き語りだったんです。待って聞きたいで、普段全く緊張しないのに、その舞台袖からそれを見てて、うん、7、8年ぶりじゃないですかあれ、はい、あ、こんななんか一人で感動しちゃって、うん、そしたらそのバンドメンバーの皆さんどうぞって言われちゃって、うん、あ、スイッチが入ってないみたいな、どうしよう、まだファンだみたいな感じになってしまって、うん、その時のその後の 1,2 曲は初めて緊張しました。うわ、常になんかビブラートみたいな。それ困ります、それ困ります。あ、でもそれが逆になんかちょっと寄り添気持ちこもってるなみたいなそんなバカだいや、あのプロの言う触れるっていうのはもうほんの些細なちょっとしたところだったと、ご本人の中ではってことですよ ね、 そうですね、きっと。いやでもメール来た時の、はい、その1時間返信までにあったんですよね。そんなことまで、うんうん、そうそうそう、それってどういうことを考えてらっしゃったんですか。まずその1時間何してたかっていうと、うん、まあ空いてなかったんですスケジュール、うん、でもその先に入ってたスケジュールの方に、はいはい、すいません僕の人生の転機が来ましたかっこいい送って、はい、いや何言ってるか分かんないけどダメだよって言われて、まあそうで知らなかったらそうですよね。そうなんです、うん、でもダメだよって言われてもダメですって返してそれはあの ぶっちゃけ後でダメだったらカットしますけど、はいはい、何系の仕事だったんですか。それは割とレコーディングとかですか。あのライブだったんです。ライブ割とライブ割とライブしかも、うん、ウッドベースとピアノの2人でやるコンサート、うん、そりゃダメだわダメだわダメだわ思うんですけど、うん、ピアノソロの方がいいと思うんですよ。いやそんなバカだまあ紆余曲折あり、まあ、今はその人が仕事来なくなってしまいましたけど早っどうしよう責任重大だでも人生をかけたんですよね。そうです人間にはこうやっぱり人生をかけなきゃいけない瞬間っていうのがありますもんね。まあ仕事来ないっていうのは冗談ですけど、まあ、今でもそのチクチク言われますが仲良くやってるんですけ ど、ね、まあ、その時天秤にかかったら思いっきり和純子さんが沈みましたよ、ね、ガーンと、もうゴーンと俺はこっちを取る、はい、いやそれはあの本当にこうじゃがいもので恐縮ですけれども、いや取っていただいてありがとうございますいやもう本当におかげで本当に私もあのフランスで、うん、あの演奏されたで、はいはい、の映像を拝見させていただいたんですけれども、うん、本当に感動しました。私なんか自分ってあの自分の声があんまり好きじゃないんですよ、うん、えー、えー、ほ
本当に子供の頃からずっとコンプレックスで、うん、私本当に純子さんみたいな歌声で歌えるようになったらなんて幸福なんだろうって、本当になんか涙をちょっと本当ポロッと流しながら聞いてしまったんですよ、なんて素敵なんだろうと思って、ありがとう。いや、そんな本当に嬉しい。私もやっぱりコンプレックスだったから、うん、自分の声が、うん、やっぱりからかわれたりを繰り返して、純子さんの声をからかった人がいたんですか。いや、もうだってやっぱり、幼い頃からもっとこういう声だったらよかったのにって、うん、やっぱりね、うん、みんなそう、ね、そうなのかもしれないね、うん、でもそんな中でもこういうお仕事させてもらって、うん、今ミンゴスちゃんが言って、うん、ミンゴスちゃんって言っちゃったミンゴスが言ってくれたみたいに、うん、ねえ、なんかそう言ってもらえると、はい、頑張っててよかったなって、思いますよね、うん、ありがとう。いや、でも川村さんも本当によかったですね。本当ですね。いや、もうなんかごめんなさいね、私なんか今上から見たな感じだった。だってファンからプロデューサーになったって、なんか興奮しますね。僕憧れの声優に近づく100の方法って本を出そうと思ってまずはベースを、そう、まずベースを頑張って、うん、そして世界コンテストで優勝した後に、その、うん、今まで一緒に仕事してた人たちと縁を切ると、うん、それはブラックジョークで、さすがアメリカ帰り、ね、ブラックすぎるわ。いやいや、もう大切なことです、ね、あとはブログを作ることですね。そうです、直接連絡取れるツールを用意しておく、ね、ホームページにね、あの時ホームページにね、うんうん、ブログはまだなかったもんね。そうそう、もう別に音楽系の仕事やってる方ではなくても、うん、もう連絡先はこちらまでみたいなホームページを作っておくと、そうだね、そういうことが必要かもしれない。じゃ、私も何かあった時には書く、本人ですって書くように。そうです、あの、本人ですってメール疑わない。そうですね、これですね。あの、岩尾純子さんを見習ってメールを送らせていただきましたって書けば、うん、多分リスナーさんには伝わりますね。そうそう、迷惑メールとかにも毎通返事しておけば、あの、修行になるじゃないですか。あ、それは大丈夫です。あ、大丈夫ですか。それしなくて大丈夫です。いや、でも本当なんか、あの、こう2人の間柄みたいなのを、うん、なんか本当に羨ましくちょっと横から拝見させていただいてるんですけれども、うん、ね、このアルバム作りも本当に楽しい収録現場なんでしょうね、はい、いや、もう音作りがね、まずすごく感動的で、うん、それぞれの楽器をこう別々に撮るのではなくて、うん、みんな一緒に集まってくれて、うん、本当にライブステージで演奏するように、うん、せーので呼吸を合わせて撮るという、うん、ね、なかなかそんな贅沢なことできないですもんね。そうなんです。これすごく贅沢なことなので、うん、その夢をやっぱり叶えてくださる。でもシンガーの方って、まあ、スケジュール的に忙しいのもあるんですけど、うん、やっぱりバンドメンバーの、ね、バックのオケとかが作られる時に、うん、その場に合わせることって難しいじゃないですか。そうですね、なかなか。でも本当によくスタジオに顔出してくださって、うん、仮歌でいいのに本気で歌っちゃうだからたまに仮歌がそのまま採用される時もあるんですよ。いや、それもすごいですね。こっちで十分いいの取れたみたいな、うん、やだやだって言うけどね、まあ、やだやだって歌い直すつもりで、ね、こう、あの、肩の力抜いて歌ったものとかもあるので、うん、でもアニソンアコースティックスっていう、まあ、川村龍さんにプロデュースしていただいたアニソンアコースティックスも、アニソン A to Z も、今回の優しさの種も、あの、そう言って採用になったのは、そうね、一回しか歌わせなかったのが、そうそう、もう取れましたって言われて、これでいいか、そういうところは厳しいプロデューサーなんですね。どうですか。結構泣きそうになっちゃうんでね、いつもね。そう、えじこさんが、まあ、うん、ね、あの、歌入れの時間ってやっぱりすごく私好きなんですよ。わかります、私も大好きです。こだわって撮るのも好きだし、丁寧に撮るのも好きだし、だからその時間がなくなっちゃったっていう寂しさと、うん、あ、でもみんなと一緒にせーので歌えたのはやっぱり貴重かなと思ったり、うん、本当にだからいろいろ学ばせていただきながら、いや、本当になんか私もなんだろう、その収録現場に影からちょっと覗きに行きたいなと思っちゃうぐらい、なんか、うん、いい現場なんだなっていうのが想像できる感じですね。半分以上話してるだけですもん。いや、でも本当にお話ししてると尽きないんですけども、はい、ちょっとお時間が来てしまったということで、はい、じゃあ、まずはじゃあ川村龍さんの方から、はい、まあ、この新しく出たアルバム聴いてくださってる方に一言いただければと思います。本当に今お話ししていただいた通り、その2人のね、うん、女性、トメちゃんと純子さんの歌い方っていうのに合わせて、最初は同じオケで2人の声だけ変えてっていう予定だったんですけど、うん、本当にもう歌い方が変わるとね、うん、あの、ミンゴさんも言ってくださったように世界が変わるので、うん、そうですね。中側にあるあの
クランプさんが描いているともよちゃんとじゅんこさんのイラストみたいな感じですよね。本当ですよね。本当素敵です。ですので僕もその声を聞いた時に、うん、同じオケにするのはもったいないなと思って、うん、3曲別のアレンジにさせていただいたんですけど、うん、その2つの歌声の世界観の違いっていうのを聞いていただければ嬉しいなと、うん、そうですね、本当に思います。愛情たっぷり詰まってますね。そうですね、もう本当にですあの、うん、6通りのアレンジというだけで も,、うん、もう愛情を感じますし、うん、そしてこのアルバムを聴いてくださってクランプ先生が特別にジャケットも書き下ろしてくださっていますので、はい、ね、そうですね、もうなんかぜひ手に取っていただきたいなと思います。そうですね、はい、本当にでもあのライブでまた生演奏で聴いてみたいなっていうふうにも思いましたので、はい、うん、はい、ライブの方もそうですね、はい、あのこのアルバムの発売記念ライブも9月8日に京都で決まっていますので、はい、あ、京都素敵。そうなんです、うん、あと立誠小学校っていう、まあ、廃校になってしまった小学校を京都市がイベントスペースとして利用している小学校があるんですけど、まあ、そこをこの物語の舞台の小学校に見立てて、はい、この間小学校に見立てて、そうなんです、素敵、音楽発表会というコンセプトで行きたい、ぜひぜひ、ぜひ京都、京都か、そうなんですねでもね、あのまだ、参加できる、聞いてくださってる方で参加できたりするんですかね。はい、もちろんです。はい、はい、なのでじゃあぜひ詳しいことは、はい、また私のツイッターや公式サイトなどをご覧いただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。皆さんもぜひともよちゃんと、そして、はい、岩尾純子さん、ガンちゃんの世界に浸っていただきたいと思います。うん、はい、というわけでじゃあコーナー締めをお願いいたします。はい、というわけでガンちゃんだよお便りコーナーでした。原由美のサードシングルインテンションが好評発売中です。今回は全3曲入りのシングル、兄弟曲のインテンションは小説オーバーロード4ウィザードモンの勇者たち同梱のドラマ CD 主題歌、カップリング曲には PS3&Xbox360 ソフトファントムブレーカーエクストラオープニングテーマブルームーンと、さらにもう1曲新規取り下ろし楽曲も収録。DVD 付き版にはインテンションのミュージッククリップも収録しているので、ぜひチェックしてくださいね。あっという間のエンディングなんです。本当もっとなんかいろいろお話を伺いしたかったです、うん、私もね、もっとあさみちゃんとね、うん、リンゴスとお話ししたいなと思って、はい、うん、そしてはい、プロデューサーの河村龍さんのもっとなんか掘ったらいろいろ出てくるんじゃないか感結構ね、はい、私のライブでも、うん、一緒にトークしてくれたりして、はい、すごくうん、アットホームなライブをいつもお送りしてるので、はい、もしよかったらね、うん、会場に足を運んでいただけたら嬉しいですし、そうですね、うん、じゃあ改めまして、じゃあ純子さんの方から皆さんにお伝えすることありましたらお願いいたします。はい、今月7日七夕の日に発売しました岩尾純子の優しさの種というアルバム、もうぜひ聴いてください。そして8月22日発売のディスオーダー6、小早川という女性刑事役で出演しております。もうぜひぜひ応援してください。はい、というわけで、あ、河村さんも何かありましたらぜひどうぞ。もう今全部言われてしまったので、はい、私あれなんですよね、今日仙台から帰っていただいた時に私にまでお土産いただいちゃって、はい、田中浩平さんのライブが終わった直後ということで、はい、そうなんですね、ありがとうございます、はい、気使っていただいて、浩平さんもよろしくお伝えください。はい、私にとってもプロデューサーですもんね。そうですね、そうです、そうですもう今日は2人のプロデューサーですからねこんな気分がいいことないですよね顔が赤くなって、はい、そういうことだから、そういうこと言わなくていいんです。あ、ごめんなさい厳しい、手厳しいですね。はい、じゃあちょっとここから私のですね、告知の方をさせていただきます。11枚目のシングル星屑リングが絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。そして私の初のミュージックビデオ集が発売されます。タイトルは今やさみミュージックビデオコレクション2009から2012ということで、先日オーディオコメンタリーを収録してまいりました。なんと、私と一緒に喋っていただいた方なんですけれども、森ゆり子さん、酒井陽一さんをはじめ私に関わってくださった作家さん、またはクリエイターさんの方にですね、
参加していただいて、たっぷりいろんなお話を聞いておりますので、こちらも注目してみてください。そしてセブンスソロライブの開催が決定いたしました。12月14日土曜日のゼップダイバーシティ東京をはじめ全4カ所を回りたいと思っております。詳細は今後の発表をお待ちいただきたいと思います。そしてこのライブの招待券が、100名様分、先ほどお伝えしたミュージックビデオの中にランダムで封入されておりますので、当たった方はぜひそれを持ってですね、会場にお越しいただければと思います。番組では皆さんからのメールを募集しております。普通歌、ギテ歌など各コーナー宛てに送ってください。宛先はファミツドットコムの応募フォーム、またはホームページに書いてあるアドレスから。メールで応募する際は題名に書くコーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。というわけで、次回の配信は2013年8月3日土曜日となっておりますけれども、本日は本当にお二方お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。はい、ぜひまたあの機会がありましたら遊びに来てください、うん、ぜひ神奈川の呼ばなくてもきっと来るんですね。そうですね、もう多分8月3日も来ると思うんですけど、よろしくお願いします。わお、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、じゃあスケジュールをとか言ってありがとうございました。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみと岩尾純子と川村龍でした。バイバーイ。